コンソメなしでも美味しいスープを作れる方法を解説していきます。お疲れ様です。ロジカル料理研究家ヒロさんキッチンです。はい、こんな感じでですね、今日はクラムチャウダーを使ってコンソメなしでも美味しいスープを作れる方法というのを徹底解説していきます。プラス要素で冷凍のシーフードミックス入れるタイミング、これも解説していきたいなと思います。これどちらもですね、他の料理にも使えるので、ぜひぜひ今日覚えていていただけたらですね、料理力っていうのがぐんと上がると思うので、ぜひ見ていってください。それではですね、ちょっと動画再生していきたいと思います。まずコンソメっていうものは何なのかっていうと、野菜と肉の旨味が出たスープですね。これさえ分かれば、なんでコンソメがなくても美味しいかが分かります。で、普通に、今日クラムチャウダーなんですけど、スープ作る場合はですね、だいたい野菜と肉か、野菜と魚という感じで、野菜系と肉系っていうのを材料として入れるんですね。なのでこれでちゃんと旨味さえ出れば、コンソメっていうのはなくても本来は美味しいスープ作れるんです。なんですけど、やっぱ素材から出汁を引き出すっていう方法、これが難しいんですね。なのでコンソメを入れて補ってあげてるっていう感じなんですけど、まあ単純に野菜、素材から出汁さえ出してあげればコンソメはなくてもいいっていうことにもなるんです。で、それがここからスタートするエチュベという方法ですね。野菜を塩してじっくり蒸し焼きにする。これで旨味が出てきます。肉系はですね、まあお湯で煮ればだいたい旨味は出るんですけど、野菜はただ煮ても旨味っていうのは出にくいんですね。なのでこんな感じで塩を振ってじっくり蒸し焼きをしてあげる。そうすると野菜から旨味が出やすくなると。で、あとは水とか水分で煮てもらえば、コンソメとか出汁の素なくても十分美味しいスープっていうのがね、素材から出てきます。で、まあこの時大事なのが、野菜の重さの 0.5% の塩っていうのを使うっていう感じですね。またちょっと詳しい計算の方法はですね、概要欄書いておきますので見てみてくださいね。まあこんな感じで蒸し焼きにしていく時にですね、じゃがいもとかくっつきやすい素材のものは水少し入れてもらうと蒸しやすくなるので、ぜひぜひこれお試しくださいね。あとここからですね、牛乳を入れて味付けが終わった後に冷凍のシーフードミックス入れていきます。まあここがポイントになってます。冷凍のですね、シーフードミックスとか冷凍のアサリはですね、実はしょっぱい味付けがされて冷凍されてるんですね。なので何にも塩分がないところに入れちゃうと、水を吸ってブヨブヨになって美味しくないんですね。で、逆にしょっぱい汁の中に入れちゃうと、冷凍のシーフードとかアサリから水分が取られてカチカチになって、また美味しくないんですね。なのでちょうど人間が飲んで美味しいぐらいの塩分で解凍、火を通してあげると美味しい、出汁もちょうど出るし、身のプリプリも残せるというベストの方法になってます。なので味見が終わった後にぜひ入れてみてくださいねという紹介でした。で、これでじゃあカレーとかちょっと濃いものって困りますよね。まあルーで作る時に、例えば半分で一回ルーを溶かしておいて、シーフード系入れて火が通ったらもう一回ルーを半分入れるという感じで、他の料理にも使える方法です。なので今回のですね、エチュベと冷凍シーフードミックスのこの解凍の仕方、料理への入れ方、ぜひ覚えていっていただければ、もうこれからの料理楽になるし、ぐんぐんと美味しいものが食べられるようになります。ぜひぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。それではですね、また何か聞きたいことありましたらコメント欄書いてみてください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。